けないですけど、はい、7時になりましたね。そろそろ始めたいと思います。トップバッターはですね、見ての通りこれ風来坊のトシさんですね、務めていただきます。そして、2番目が、ワンスアゲン、ちょっと よく覚えてるんですけど、なんか今回限りのバンドって聞いてしまうあれなんですけど、ちょっとはい、先ほど聞きましたけど、なかなかいいバンドでした、はい、になります。そして3番目に、J7 さんですね。でラストこの方が、イエスメン、まだ、いらしておられるんですけど、ちょっとそういったことで、今日の祭り始めたいと思います。それではよろしくお願いします。Oh,
べるには起きて歌うのは初めてなんですね。前のコード飛んでその時にはい、まあ、飛んでましたけどもそしてね、はい、歌えることができて嬉しいと思います。今歌ったのが吟遊詩人という歌と小部屋の少年というですね歌でした。全部今日は自分の歌を唱えて、次は東日本大震災の後にですね、あとから歌いまして、でその後にいろんな地震がありましたけども、また福島ですね、能登半島の地震もありまして、この復興応援ソングみたいな感じで、一番この白い花。こういうイメージ作らないかな。一緒。
はですね、秋になりましたので、秋の花の歌をちょっと聴いてください。静かな秋気温歌。これこっちの方が
そちらから選んで。あ、はい、わかりました。テーブルの外に引き下がって。Thank you.
小学校の先生でサックスを吹いててコード島に来てた斉藤さんと頑張ったんで私も年は僕よりいくつか、はい、65、67なのか56なのか東条先生じゃないですか斉藤さん、ね、そう僕最初その人にコード島に連れてきてもらったなんかごめんなんかなんか彼は常連っぽい顔しとったけど、じゃなかったってことだね。川辺でも思い出すかもしれないですね。サックスで言うとそんなにいない。そうですよね。わかりました。大した顔じゃなかった。いや、わかんないですけど。イベントですね。するということで、私にご飯が歌を作った気合わせと。というとこで、言われまして。わが麦クロカウンサーという歌で締めたと思います、私、記憶帳でこれを作ってますんでうちの親父が90歳になりますけどまだ元気で頑張ってますのではいなので来てください、yeah. サンプルShit.
屋があるの。そうですね、はい。なんか個室みたいな感じ。個室です。Thank you.